原発の処理水。海水浴式回避をこのニュースを見て何を思う福島第一原発の処理水を海洋放出する計画が進行中だ。公明党の山口夏尾代表は海水浴シーズンを避けるべきだと述べている。なるほど。一見、合理的な提案に見えるかもしれない。しかし、ここで一つ考えてみてほしい。それは本当に海水浴シーズンだけを避ければ問題が解決するのかということだ。海洋放出には地元漁業者や中国などからの反対意見がある。それは環境や人体への悪影響を懸念してのことだ。これは単なる、風評。 でではははななななく科学的的根拠に基づいいた合理懸懸念念だだ海水浴シーズンを避けるだけるるこれれらの懸念は解消されるとは思えないそして、政府と東電は、夏頃の放出開始を目指している。しかし、放出用の海底トンネル工事が完了したとはいえ、地元漁業者の理解取り付けが課題となっている。これは、単に時期をずらすだけでは解決しない問題だ。私の意見はこうだ。海洋放出の是非、時期を最終判断する前にもっと後半で深い議論が必要だ。それは、科学的な根拠に基づいた議論であり、地元の人々や関係者の意見を を尊重した議論でなければならないそれはこの問題を解決するための第一歩だと思う